喋るのはできるけど、見ない方がいいんじゃないですか。そうですね。そうそう。ここに開始は僕にだけね。マハラシに入っても大丈夫やつ？あ、でも入ってないよ。大丈夫、大丈夫。いや、入ってるよ。うん、いや、まだ繋がってないですよ。あ、繋がってる。繋がった。生配信まだ動いてないよ。動いてないよ。やってるよ。あ、入ってるね。こんばんは。こんばんはですか。こんばんはですか。あ、ほんまや、ほんまや。復帰したんですわ、8年ぶりに。ああ、でもそれは言ってもいいやつね。ああ、全然大丈夫。生配信普通にやってる、うん、普通にやってるから遊んでる、プライベートで遊んでるだけだから、ね、私もだからエレメンタルにいるんですよ。なるほどね。だから、うわい、だから江戸さん、私をキャリーしろ。いや、14は別にキャリーしなくてもいいゲームだじゃん。そうだけどさ、全然キャリーじゃないじゃん。DS だからさ、借金ないんじゃん。借金ないのか。借金ないって借金がないってこと？どういうこと、どういうこと、どういうこと。そうなるよな、普通な。借金はないよ。そうなるよな。でもね、意外と私借金ないの、あの説明してあげない。借金ないって何？借金るっていうのは、うん、なんかこう、うん、なんていうの？申請すんのよ。コンテンツに行くのにね。コンテンツにマッチングに。うん、ダンジョンとか行くのにさ、うん、マッチングした時にシャキーンってなるの。あ、それシャキるって。へえ。でそれは何なの？うん、で私はね、DPS って言ってその。あ、そうじゃない、そうじゃない。質問の意図が違う。じゃあ、シャキルとは何なのかって。そう、シャキルって、シャキルから何なの？音は分かったけど。申請、マッチングした瞬間にシャキーンってなるから、それマッチングが成功しました。マッチングしたいってことの？マッチングしたいってことなの？コンテンツにダンジョンとかに行くために、8人とか4人とかで行くんだけど、はいはい、それをノラでマッチングする。そうそうそう。で、ま、それがノラでマッチング終わった時にシャキーンって音がして、ね、それをシャキルっていう風にファイナルファンタジー用語で言うようになったで、それはさ、どういう時の会話に使うの？あ、そんなに使うことなくない？めっちゃ、うん、オンラインで、例えば、モンハンやってて、オンラインで仲間がいない時に人が来て、集まった、クエスト行くぞっていう時とかに、14ユーザーはシャキルって言っちゃうの。そう。あ、シャキったねって感じ。DPS って言って、その何、何、うん、なんだろう。うん、戦う人あ、まあ一番攻撃力を出す人ね。攻撃する側の人、うん、あのアタッカー、盾でもなくてヒーラーでもなくて攻撃する人だから、うん、DPS ダメージパーセカンドだけだから、うん、それだと高いか低いか分かんないけど、うん、FF だと DPS って言うと、うん、そうそう、もうおのずと高い人のキャラクターを指すってことなのね。そうそうそう、まあそうね、ジョブ、まあ、なんかジョブとして、なるほどなるほど、盾がいて、うん、攻撃部隊がいて、うん、回復する人がいるみたいな。なるほどなるほどなるほど。そうだから、そうそうそう、DPS っていう風に呼ぶようにしたのよ。はいはいはい。DPS が高い人とかじゃなくて、うん、もう高い人が DPS だよっていうことね。そうそう、アタッカーと呼ばれるのが、はい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 、そう。もうタンクとかじゃなくて、そうそう、タンクはタンクだけど。いるの、うん、あ、いるの。そのタンクとヒーラーさんはなかなか、うん、あ、なるほどね。いるの？いっぱい。いるけど、あの数が少ないから。あ、え、どういうこと？うん、そのユーザーが選びたからないってこと？それとも、うん、ジョブが少ないってこと？ジョブが少ない。ああ、なるほどね。選べ。DPS が10だとしたら、うんうん、タンクは2とかだから。ああ、なるほど。選べないよね、なかなかね。だからね、DPS だから借金ないでござるわ。まだか。数が多いからね。ああ、じゃあ自分たちをあんまり、その、必要としてくれないってことね。そうではない。そうではない。じゃあ、多いからってことでしょ？だから、その、少ない枠に、たくさんの人が来るから、枠がないってことでしょ？みんな求めてくれてるよ。うん、DPS がいないと無理だから。あ、だから、うん、そうだね、求められないって言い方じゃなくて、うん、席が少ないのに人が多いから、倍率が高いってことね。8人パーティーのうち、うん、2人タンク、2人ヒーラー、うんうん、4人 DPS なのよ。それは、その、うん、あの、それが最適解と言われてるの？それとも、そういう風な応募しかできないの？うん、できないことは、ないけど、できないことはないけど、最終的にそれが一番いいベースだってことね。はい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 。そうそう。そうなんだから、借金ね、なんか、なるほど。うん、勉強になるな。7、8年ぶりに復帰したからさ、うんうん、マジわかんなくて、いろいろ。ああ、今いろいろなこと変わってるよね。だから聞いたじゃん、あの、江戸さんに、あの、なんだっけ、うん、トランスゲージ。ああ、ゲージね。このアイコンはなんじゃ。俺はそのジョブやってねえからさ、わかんねえから。やっといてよ、召喚。画像検索して。やっといてよ。そうしたら、ああ、これかと思ってさ、トランスゲージか。そうそうそう。もう一切わかんなくなって。何の話したんだよ。あ、寝てていいよ。あと20分くらいかかるみたいだから、寝てていいよ。そうなの。だから、あ、そうそう、それでね、なんかこう、
ほら鳴らすっていうか思い出そうと思って、うん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 、いろんなこう、うん、極のコンテンツをやろうと思ったんだけど、うん、何せあの 3.0 で止まってたから今何点何なの？今 6.55 まあまあ6や7、8年で3しか動かないだって。2年に1回あでかいアップデートがあるよってこと？なるほどね。何点何が変わるみたいな。はいはいはい、はい、次がだから今年の夏に 7.0 になるの。なるほど、うん、そうなの。だからまたさ何話そうかもしれない。ランコさんの質問に答えちゃう。ごめんよ。しょうがないよ。うん、いやそうだから欲しいよ。それで自分で写すじゃん。極の私の蒼天の頃の極を選ぶとしたら、うん、いいよ自分になるよ。いい？そうか昔のこれ配信されてるよ。そう自分の顔になるよこれ反対になったら。ね、やってもいいの？まあ、これって俺の、俺の顔にすることもできるよ。だから僕の顔ってさまだ出てない？出てるよ。出てるけどメインで出てるわけじゃないから。あなたがちょっとこれを持ちたい。持ちたい。この人はあんまり映しちゃダメよ。またはい、いいよ。はい、大丈夫。なんだよ。俺ほらタンクだったからさ。恥ずかしくないよ。俺ずっとタンクだから。やっぱじゃあキャディーしてくれ。だから。っていいよ。いいにはならんだ。むしろ俺がキャディーされるはずなんじゃないかな。自分で見る？自分の顔にする？うん。戦士ですか？戦士です、ね。カメラってキュンってこれ押したらキュンってなる？なります。ボタン押さなきゃ大丈夫だよ。何が？ボタン押さなきゃ。ボタンに触らなきゃ持ってるよ。うん。そう、ボタンに触らなきゃいいってよ。うん、ボタンに触らないで見る？ボタンも触らなければ大丈夫。こうしたろうか。いやだ。内カメラにしようとしたら怒られてる。あ、じゃまそこだけ教えてあげないよ。あ、違う、うん、もういいって言われた。あ、大丈夫。うん。江戸さんはタンクかな、タンクかなあれって言われてるけど。まあ、そうね。いいよ。大丈夫。これが最大さ、デバフあるじゃん。14個ついたからね。それさ、うん、放送中に。だから視聴者と一緒にやってるからなんとかなってるけど、ノラで14個ついたらもう絶対キックされるんじゃないかっていう。どこに行ったらそんなにつくの？俺どこだっけな、バハとかじゃないでしょ。2年ぐらい前だと。あ、そっか、そういうとこか。もう1年ってことは2年ぐらい前かな、多分。そうだね、なんかの時に14ついて14個さ、デバフをさ考えるの結構きついよね。違うのよ。え？なんていうのかな、なんていうの、説明したいの。え、なんかその、うん、なんかいろんなデバフがついて14個じゃなくて、うん、同じデバフっていうのかな。え、うん、何踏んだの。そう何踏んだのそれ。なんか踏み毒7個みたいな、そういう感じ。あ、そう毒が14個つきましたみたいな。いや嘘でしょ。毒とかバイオとか他のがついてるじゃなくて、合わせじゃなくて、毒が14個、うん、みたいな話。毒もついて、そのデバフのマークのところに14って書いてあって。へぇ。14吹くんだ、このゲームってなった。すごー。さすがに放送じゃなかったら、もう、ぶち切れられてるっていうレベルじゃない。放送だった。放送だったから、ね。え、それはさ、14個を、つかないようにするためにはどうするの？避ける当たらない。スパイン攻撃を避ける。それそういうことなのね。わかんないけど、はいはい、通常攻撃とかではデバフがつくことないので、そう、ここですよっていう時に絶対、あ、やべ、行き過ぎちゃった。え、これどこだっけと思って。ちょっとデバフの話ばっかりしてるからだよ。運転にもね。ちょっとさ、静岡行くとき魚のさ、でも24人のやつは説明してあげる。知らない魚、教えてくれる？知らない魚とか。え、ママに教えてくれる？すごい助かるんだけど。まあ、僕も知らないやつもあるかもしれない。そしたらそれ調べようよ。いいよ。ね。箱根園水族館です。箱根園水族館。さっき竹島水族館って言ってたよ。全然違ったけど。全然違うね。どこまで行く？全然違いますね。箱根園水族館ね。これだ。あ、カメいるじゃん。カメもいるだろうね。世界、ちょっと、わ、すっごい、見て。沈没船が。沈没船がいたよ。あ、沈没船ね。すごい。あ、見て。ほら、お酒飲んでるアザラシ。ああ、なんか、温泉入ってるみたいなアザラシのあれが、写真が。すごい。かわいい。
おじいちゃん大丈夫かなんかすごいあそこのおじいちゃん大丈夫かな。なんか物がすごい。イベント海中ショーがあって、あ、コツメカワウソもいるじゃん。あ、そうそうそう、ほら意外にいるのよね。あ、いっぱいいる。フラミンゴシクリットいるじゃん。何それ、ピラルクいる。ピラルクいるじゃん。ピラルク、あ、そうそう、昔はあの淡水しかいなかったんですよ。はいはい、ブラックバスがいます。あ、そうそう、箱根の芦ノ湖の魚とジャングルの魚みたいなので、ピラルクとかアロワナとか、へー、あとピラニア、はいはいはい、ピラニアがさ、俺が小学校の時に行ったらこのぐらいだったの、うんうんうん、高校生の時に行ったらこんなでかくなってて、まあ、やっぱちゃんと成長してんの。うん、そう、すげえ入れ替わらなかったんだね。あ、そうそうそう、ピラニアナッテリーか、うん、ピラニアナッテリーな、そう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 。ピラニアナッテリーはあれだよ、多分あの噛まないやつな。ピラニアになっていって噛まないの？そう、多分噛まないやつ。あのピラニア、あのなんか肉食うみたいなこと言われてるじゃん。すごいなんか。なんかそうじゃないのもいるのよ。めっちゃ緑な。ピラニアの話差し込むな。差し込むな。ごめんごめん。すっげえ気になっちゃった。すっごい緑だったよ、あのファミリーマート。まあそうだけどね。あ、ちなみにあそこ夜になると、なんか全然電気ついてなくて、やってんのかやってないかわかんないコンビニです。さあどうぞピラニアの話を。え、ピラニア、ピラニアナッテリーかピラニア、なんかピラニア違いで名前がつい、ピラニアって名前がついてるけど、うん、肉食、別に肉をそんなに食わないやつもいる。あ、いる、ね、ただナッテリーかどうかはちょっと覚えていません。ああ、はいはいはい、ピラニアって昔すっごい怖い映画あって、ね、まあピラニアの、そうね、ピラニア 3D の映画もあったし、あれあれじゃないの、あのなん探検隊じゃないの。あ、川口博士、そうそうそう、なんかそんなイメージない。それでもピラニアのやつやったっけ。いや、わかんない、わかんない。川口博士探検隊といえば、二首頭のゴーグという、 あとは雪男は、あ、雪男もやったっけ。やってた気がする。あとなんか、うん、ジャングルな、ジャングル、あの人間のようなやつ、うんうん、え、人間 なのかサスカッチ。雪男は何、ヒバゴン、ヒバゴン、ヒバゴンって何なんだ。ジャングル系のなんか人間系は俺知らんかもしれない。あ、本当、うん、なんか大体なんか見たことないんだけど、マツコさんの番組でやってたよ、うん、あ、原作を見てないんだ。そう、終わった。時代じゃないえ、たぶん、だから見てないよね。会話が終わった。私も見て、多分俺は見てた。時代じゃない、うん、世代、あ、そう、世代、時代じゃない、世代じゃない。だって二首頭の動物ってさ、なんかジャングルっていうか洞窟の中に、うん、要するに2つ頭がある蛇なんだけど、はいはいはい、それがいるっていう伝説があるみたいなので言ってさ、ほうほうほう、最後にさ2つだけの頭出てきたんだけど、うん、あの2匹いただけじゃねみたいなまあそういうもんだよね、うん、で昔はだからそれでさ検索できるとかいう術がないから、それで謎は深まるばかりみたいな、うん、そうそうそう、でジャングルの奥へと向かったみたいな感じだけども、うん、そうそう、今やすぐ調べちゃう。本当だよ、今マジでさ想像力がね欠如してます、ね、みたいな、ね、あのそう情報がありすぎるから、そうなんだよね、結局ね、そうなのよ、うん、それが答えかどうかも本当は分からないんだけどね。そうね、そうみんなさ、ソース、一次ソースなのか二次ソースなのか、そうなのよ。そんな山の中行ってなぜそこに水族館があるっていう感じの山の中だったっけこれあ今、うん、いやほら芦ノ湖まで行くから、うん、芦ノ湖まで行けば自動的にほら水があるじゃん。そうだね。そうすると芦ノ湖的には芦ノ湖のね、水がなかったら芦ノ湖じゃないでしょ。確かに湖じゃないもんね。そうそう、芦野だよね。芦野、そうそう、芦野でしょ。芦ノ湖は湖は湖でしょ。そうだね、湖がないと芦野になっちゃう。ちなみに芦ノ湖の水は静岡県のものなんですよ。神奈川県なんだけど、だから勝手になんかね、どういうこと、そう、あ、権利が所有物なの。そうそうそう、うん、なんでそこ泳いじゃいけないの。じゃあ泳いじゃいけないとかじゃなくて、単純にその水の権利が存在してるの。誰がどうやってその権利をそっちに、何に使うの。じゃあ水消火活動に使えないってこと。じゃいや、そういうことじゃないと思うんだけどそうなの。勝手になんか止めたりしちゃいけないとかさ、あ、勝手に埋め立てちゃいけないとか、そういうこと、うん、土地はでも神奈川のもんだしょ。土地はね、うん、水のな権利を昔、あ、じゃあ例えば芦ノ湖の水ですとか言って売っちゃいけないってこと、あ、とかかもね。芦ノ湖の水って売っても、いや知らんけどね、うん、それを浄水して浄水して芦ノ湖サイダーにしましたみたいなさ、うん、なんでちょくちょくさなんかその特殊ななんかね
そう、水曜スペシャル的なことを入れてくるの。いや、なんか、思いついたことは口から出ちゃう性格だからしょうがないじゃない、それは。未確認生物ばっかりやん、今日さっきから話してる。アッシーのこと言ってんの？だって好きでしょ、みんな未確認生物。好きだけど、それは好きで。視聴者は好きだろ。怖いの好きだから、みんな。そう、れいちゃんもさ、怖いの好きでさ、ユーマの本とか持ってるよ。持ってんだ。何の、そうそうそう、何のユーマが好き？私、クラーケン。あなたは？チパカブラ。ああ、チパカブラね。チパカブラじゃないかな。またすげえ毒さな。チパカブラ。血吸われると血吸われるやつな。そう。それをさ、そうな動物、例えばヤギとかそうらしい。襲うんだよね、ヤギとかね。スペインだかメキシコだかその辺で出たんだよな。そう、メキシコそうだね。なんかだってさ、子供の頃、小学生とか中学生の時、絶対さ、夏のさ、8時とかそういう番組みたいな。夜ね、わかる。UFO とかさ。あったあったあった。最近やんないよね。あれなんだっけ、あのさ、UFO の人。UFO の人なんだっけ。UFO ですごい有名なおじさん。あ、それそれ、矢尾純一さん。矢尾純一さん。ああいう、だからそう、ほら、本コアみたいなあるじゃん。あのさ、とある国でさ。とある国。とある国。はいはい。アメリカかカナダ。カナダね。うん。っていうところ、宇宙人に連れてかれて、何かにさ、された。キャトルミューティレーションじゃなくて、それを発見するタイが来たの。ああ、なるほどね。その探しに来たわけね。うんうん。だから、それを見ると宇宙人の声が聞こえたの。え？助けに行ったら宇宙人の声が聞こえたってこと？違う。え？ちゃんと。あれ？違うのかよ。どういうこと？宇宙人にさ、まず、宇宙人にさらわれたのは女性なんです。え？そうなんだ。ほう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 。そしてさら、どうやってさらわれたというと、女性はベッドで寝た瞬間、UFO に中入っていた宇宙人が、その女性をさ連れてっちゃったの。連れてっちゃったのね。何かの怖いことを起こすために実験したのね。そう。で、それ以外は覚えてない。それ以外は覚えてないね。かわいいな。急だな。いいよいいよ、私はそういうのが好きだよ。あなたのね、そういうお話が大好きよ。ねんくん、なんかすごいの出たよ、ほら。ね、見て見て、鳥居があるよ。なんか怪しい。そこそこそこ。鶴竜神社とかそういうことじゃなくて、俺が出てきて、鳥居のどんどん、鳥居マジで成長してんの。ピラニアじゃないの、それ。それピラニアでしょ、多分。びっくりした。今見たら。やばい、成長してんだよ、怖いよ。天狗神社で調べてみるとね、出てくるけど。天狗神社。すごいよ。勝手に入れるの？入れる入れる。きらびやかなね、なんか銅像とかね。いやだ、それをさ、誰の、本当にさ、私、どうでもいい、どうでもいい話なんだけどさ、私の、ちょっと。生放送で平均やってる。この新興宗教の話でちょっと思い出したんだけど、うちさ、あの、大阪に母方の親戚がみんないるのよ。で、まだ、うちの母、末っ子なの。五人姉妹の末っ子でさ。末っ子食べて。そう。骨っ子。